ジム・ホールはアメリカ合衆国のジャズミュージシャン、ギタリスト、ソニー・ロリンズ、アート・ファーマー、ビル・エヴァンスなど著名なミュージシャンと長年共演しており、多くのミュージシャンがホールからの影響を受けている。ニューヨーク州バッファローを生まれ、両親の離婚により、クリーブランドに引っ越し、そこで育った、10歳からギターの演奏を始めた、1955年より、 チコハミルトン楽団で活動。1957年、初のリーダーアルバム、ジャズギター発表。1960年代は、サイドマンとしての活動が中心となる。1960年から1961年にかけて、エラ・フィッツ・ジェラルドのバックを務め、傑作ライブアルバムとしての高い、マック・ザ・ナイフ、エラ・インベルリンにも参加。1962年には、 ビル・エヴァンスとの連名でアンダー・カレントを録音し、またソニー・ロリンズやアート・ファーマーのリーダーアルバムにも参加。1969年、12年ぶりのリーダーアルバムジム・ホール・インベルリ,リン発表。1972年、ロン・カーアッターと連名で制作したベースとギターのデュオ作品アローン・トゥゲザーが話題となる。ロンとは以後もたびたび共演。 1975年には、ジェットベーカーなどを迎えて録音したリーダーアルバムアランフェス競争曲が大ヒット。1976年には、カンバラ音楽事務所の招平により日本公演を行った。1992年、ゲイリー・バートンのアルバムシックスパックに参加。1993年には、ギター独奏によるデディケーションズインスピレーションズ発表。 1999年にパッド・メセニーとの共演版、ジム・ホールパッド・メセニー発表。2003年には、レーベルをアルティスチャーに移り、マジック・ミーティングというトリオアルバムの作成を発表した。2005年、ピアニストのジェフリー・キーザー、ジェフリー・キーザーと共に、フリー・アソーシエーションというデュオアルバムをアルティスチャーから発表。このアルバムは、 ホールが教師をしていたザニュースクールフォージャズコンテンポラリーミュージックで録音された。2008年、元教え子のビル・フリゼールと共にダブルディスクのヘミスフィアを発表した。2013年12月10日、マンハッタンの自宅で死去。去年83歳。ジム・ホールのギター演奏には様々な評価があるが、静寂、控えめさ、忍耐に特徴があるとの表もある。 共演者でもあるジョー・ロバーノは、ホールのギターには、ジャズの聴衆を引き込む力があり、その演奏の美しさに匹敵するのは、ピアノのビル・エヴァンスくらいしかいないと証言している。ありがとうございます。